はい。今回は、テレビ局の迷惑行為についてやっていきましょうか。えー、最近ですね、ツイッターですとか、インスタグラム、ティックトックなど、SNS で迷惑行為をですね、行う、バカッターが非常に話題になってますよね。で、実際にですね、逮捕者まで出るような事態になっていて、もうかなりですね、これネット上のですね、この大きな問題として、いろい,いろんなところで、いろんな場面でですね、取り上げられてるわけですよね。 で、そういった状況でですね、まあ、テレビ局に関しても、テレビでそういった報道をしてですね、えー、こういうことをしてる、バカった、けしからんとかしてですね、偉そうに報道しているにもかかわらずですね、今度はテレビ局側がですよ、撮影中に迷惑行為を行いまして、その迷惑行為の被害者になってしまった、えー、動物園になるんですけども、動物園がですね、今回、ブチギレしていますので、紹介していきたいと。 思いますー。バカった、あの次はバカテレビ局というようなとこですかね。バカメディアということでしょうかね。えー、早速ですけども、えー、実際のですね、テレビ番組の様子を見ていきたいと思いますけども、えー、こちらですね、テレビ番組としては日テレのですね、日本テレビのスッキリになります。 こちらのツイッターでですね、ちょっと紹介してくださっているんですけども、こちらですね、お笑い芸人のカスガさんがペンギンのいるですね、エリアに入っていって、まあ、餌をあげているように見えるんですけども、こういうシーンを撮影してるんですけども、この池の部分にですね、入ってしまいますと、ちょっと見てみましょうか。まあ、こうやって餌をあげるんですけども、わざとこのように池に落ちるわけですよね。 で、ここにペンギンいるわけじゃないですか。場合によってはこのペンギンをですね、踏んでしまう可能性だってあるわけですし、まあ、全面的に踏まないかったとしても、その手の羽の部分、えー、ここをですね、踏んでしまう可能性だってあるわけじゃないですか。ペンギンが怪我をする可能性だってあるわけですよね。 もう、いくらですね、この、お笑い芸人の方が笑いでやっているとはいえですよ。最近ですと、バカッター騒ぎで散々ネットで炎上しているのにですね、テレビ局も報道してるから知ってるはずじゃないですか。これは未成年だからって許されませんとかつってですね、偉そうに報道してたような人たちですよ、この人たち。それがですね、えー、自分たちも悪ふざけをして、スタジオでもですね、みんなして笑ってですよ。もう、悪ふざけしてどうするんだっていうふうに思いますけどね。うん、やっぱりですね、テレビ局って頭おかしすぎますよ。 で、これですね、一回池にですね、わざと落ちただけじゃなくって、二回三回とですね、わざとまた何度もですね、このように池にですね、落ちて、こちらのですね、池に落ちてしまうんですけども、なんか、やってる子、自分たちがやってること分かってんのかっていうふうに思いますけどね。これですね、百歩譲って動物園側と事前に相談をしてですね、ペンギンに危害を与えないような準備をしていたのならまだしもですね、事前の話し合いも一切されておらず、もう動物園側もですね、びっくりというようなお話です。 だったみたみいいいいででですすすすねねね本当ななんかかか頭おかししぎという風にしかです、ね、思えないです、ね、はい、えー、こちらのですね、テレビ局バカッターですね、えー、こちらいいねとリツイートしておきたいと思います、えー。今回のですね、このテレビ局バカッターですね、那須動物王国で撮影された映像だったんですけども、えー、この那須動物園王国側ですね、もうブチギレしていますと、えー、こちらですね、那須動物王国のツイッターのアカウントでですね、えー お知らせがされていますので、ちょっと見ていきたいと思います。えー、こちらですね。ナス動物王国からのお知らせっていうのでですね。ちょっと見ていきますね。本日のテレビ生中継について、ペンギンビレッジからの中継について、事前打ち合わせにはなかった状況で、タレントの方がペンギンのいる池に入るシーンが放映されました。当園としては誠に遺憾であり、テレビ局側に厳重に抗議いたしました。今後は取材ロケの受け入れについては、 報道側に動物の尊厳を傷つけるような行為がないように厳しく対応してまいります不快な思いを抱かせてしまったことに深くお詫び申し上げます何よりも飼育スタッフ関わった広報スタッフも心苦しく思っております まずは、取り急ぎ、ご報告させていただきます。ナス動物王国っていうのでですね。まあ、ナス動物王国の方がだいぶ大人の対応ですよね。うん、しっかりとスッキリの名前え、日本テレビの名前も隠してくれてますからね。まあ、もうネットでバレるんですけども、うん、非常になんか大人の対応だなっていうところですよね。まあ、こうやってですね、迷惑行為ばっかりするような人たちですから、うん、罰金でいいんじゃないかなと思いますけどね。迷惑料取りましょうよ。もしくは、この、もう警察に通報するかですよね。 こういう迷惑行為を動物園でやってしまうような人たちなので、えー、スシローバカッターの方々と一緒にですね、逮捕されてしまった方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。じゃないと反省しないんじゃないかなと思いますけどね。もうこの動物園がですね、もう自分たちのスタジオだというふうに勘違いしてますよね。この人たちですね、あらゆる公共施設ですとか、いろんなその公共の場ですね、えー、もう自分たちのスタジオだと勘違いしてますよね。自分たちの場所だというふうに勘違いしてるわけですよ。偉そうに。 もうテレビで紹介してやるんだからいいだろ、好き勝手やらせるよ、みたいなですね。そんな感じにしか思っていないわけですよね、どうせ。え、こちらもですね、え、いいねとリツイートしておきたいと思います。で、今回ですね、実際に形だけの謝罪をしているんですけども、まあ謝罪をしておきながらですね、実際にはこれも煽り散らしてしまっていますと。え、こちらのツイートもちょっと紹介しておきたいと思います。 炎上対策という名の煽りっていうのでですね、まあこのように謝罪をしてるんですけども、こうやってお辞儀をしたかと思えばですね、なんかこうやって悪ふざけして謝罪をしているというようなことみたいなんですけども、なんか炎上対策というかですね、もはやこれ煽りでして、さらに炎上を生むだけだと思いますけどね。 まあ最初はお辞儀してるようにも見えますけども、こうやってまあ悪ふざけしてしまってるわけじゃないですか。こういうことするってことはもう最初のこのお辞儀もですね、もうなんかふざけてやってるだろうっていうのが丸分かりじゃないですか。これですね、まさに先日逮捕されたですね、スシローバカッターとやってること一緒なんですよね。回転寿司屋でこう悪ふざけをして、で、お店の外に出てですね、わざとやったくせにふざけて謝罪動画を公開して、もう大炎上してしまうと。もう一連の流れがですね、全く一緒じゃないですか。 こういった事件を報道しておいてですよ。テレビ局としてもこういったバカッター良くないっつって報道しておいてですよ。自分たちも同じことやるってですね、もう頭おかしすぎません自分たちは許されるんだとか、もう自分たちは特別なんだというふうにしか思っていないわけですよね。いや、お前らもうバカッターと一緒だろうというふうにしか思わないですけどね。いや、相当やっぱりテレビ局の常識っていうのがですね、どん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 なんか悪くなってきてますよね。まあバカッターよりですね、だいぶ年上の方々が集まってですね、まあ企画、撮影、放送とかってやっ やってるとととうでですすやってることはですねね逮捕されたバカッターと一緒というです、ね、うんやっぱりバカッターのいるですね、豚箱に一緒に入った方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。じゃないと反省しないんじゃないかなと思いますけどね。いい機会なんじゃないでしょうか。はい。まあ、昔はですね、悪ふざけをしても動物園側が泣く泣く許さざるを得ない状況だったりですとか、まあ、宣伝になるからというのでですね、まあ、許されることあったかもしれませんけども、今、そうじゃないと思うんですよね。 で、えー、しかもですね、タイミング的にもう、つい最近ですね、バカッター事件があっただけにですよ。このタイミングでのですね、この悪ふざけはですね、最悪だと思いますよ。えー、こちらもですね、えー、いいねとリツイートしておきたいと思います。はい。えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。オードリーのカスガがペンギンの池に飛び込んだ、許せん。ただの池ぽちゃじゃないのよ。 ペンギンさん、怯えていたし、かわいそう。全然面白くないどころか、不愉快だぞ、というのでですね。まあ一部のペンギンは、もう逃げ、逃げてるペンギンもいましたけども、やっぱり餌が欲しいっていうので集まっては来るんですけど、そういったところでですね、池に落ちてしまうと、集まったペンギンにやっぱぶつかるリスクだってあるわけですからね。いや、これはもう明らかにわざと落ちてるので、まあ他の2個目、3個目の動画も見ていただければわかりますけども、明らかにですね、自分から落ちてるんですよね。で、そのスタジオ にいる人たちも笑ってですねまあさらにその春日さんが池,池にですね落ちるようなこう演出を悪ふざけをこう助長させるようなですねスタジオの反応だったりっていうのもあるわけなのでうんやっぱり良くないんじゃないかなというふうに思いますけどねはい、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです 宣伝してやってるんだから、当然とか考えてそうだもんな。あの手の連中って、っていうのでですね。まあ宣伝してやるから、もう何でも許せと。自分たちの好きなようにやらせろというふうにしか思っていないわけですよね。これでもですね、動物園側からしたら得だろというふうにしか思ってない奴らですからね。もうどんだけ自分たち上から目線なんだっていうような奴らですから、もうこういう人たちにはですね、もう動物園側もですね、協力するのはやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。もう自分たちでネットで SNS でですね、宣伝できる時代ですからね。まあ 実際にナス動物園の方々もですね、こうやってツイッターアカウント持ってるので、うん、もう、もういずれですね、このテレビ局に頼、まあ、どん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 今後テレビ局も衰退していくで,でしょうから、まあ、テレビ局に頼らなくてもいいという時代がやってくるはずなので、まあ、こういった SNS 中心に頑張っていただいてですね、うん、もうテレビ局なんでどうでもいいわ、ぐらいのですね、えー、対応する日が来ればいいなというふうに思いますけどね。はい。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 芸人さんとしては、ロケ中に押すなよ押すなよみたいなことを言われたら、池には落ちないわけにはいかないので、えー、池にわざと落ちて騒いだ芸人さんだけではなく、それをさせるように煽った人たちも反省すべき。 面白いから視聴率のために調子に乗りました。では、スシローペロペロくんと同じレベルです。っていうのでですね。まあそうなんですよね。今回、まあ先ほども言いましたけども、スタジオもですね、かなり煽ってるんですよね。で、笑ってですね、スタジオ側もふざけてるわけですよね。まあ誰か一人ですね、いや、これスシローバカッタと一緒だろと、えー、ちょっとやめた方がいいんじゃないかって注意する、止めるような人がいてもいいんじゃないかなというふうに思いますけども、やっぱりその司会の加藤さんもですね、やっぱり芸人さんっていうところもあってですね、やっぱ悪ふざけして まままってすすよねねいいいやーよくないと思いますけど、ね、もうこのスシローペロペロくんと一緒ですよ本当にはーいえー、こちらですねいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです、えー、鳥インフルエンザやいろんな感染症を防ぐために職員の皆さんは長靴を消毒とかいろんな対策をしているのにペンギンの池に落ちるとかありえん視聴率重視で番組を作ってるからこんなやらかしをするんだよ スッキリが放送打ち切りになったのも当然かもしれないっていうのでですね。あ、もう放送打ち切り決まってるんですね。うん、それは良かったことですね、非常に。まあこういう外、外しか生まない番組が一つなくなるっていうのは非常に良い,いことじゃないかなと思いますけどね。まああとはですね、コロナとかそういうので結構感染症とか、まあ今も鳥インフルエンザ流行ってるみたいですけど、そういうので結構感染症っていうことに関しては敏感になってる世の中じゃないですか。まあそういう時にですね、うん、ペンギンがいい、ペンギンが 普段生活している池に人間がもう入ってしまうっていうのがですね。いや、ありえないことだと思いますけどね。ペンギンの方のなんか健康を心配するっていう方ですね。えー、大丈夫なのかとか、なんか踏まなかったのかとかですね。まあ、ペンギンの方の心配をするされる、えー、コメントっていうのもですね、非常に多かったですね。はい、えー。こちらもですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 え皆さんですね、今回、日本テレビのですね、えー、スッキリの番組の中でですね、スシローバカッターと全く同じようなですね、行動をしてしまう、テレビ局バカッターというのがですね、誕生してしまったわけですけども、皆さんですね、このようなテレビ局の対応についてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。